ブレーメン CGT8N ブレーメン型は、超低小路面電車の形式の一つ。ドイツのメーカーマン GHH が1990年に試作車を発表し、1993年より量産を開始した。左右独立車輪の採用により、台車部分を含む客室床面の全面の超低小化を実現し、100% 超低小路面電車の普及に貢献した。製造会社が幾度も変わっており、現在は、ボンバルディアトランスポーテーションが製造している。メーカーから、正式な愛称を与えられていないため、最初に投入された都市ブレーメンにちなんだトゥープ、ブレーメン以外に、製造会社にちなんだトゥープマン、アイグ、トゥープアイグなどいくつかの呼び方がある。ブレーメン系を指して、 GT シリーズと呼んでいる事例もあるが、これは適切ではない。GT は、ゴレンクトリブワガンを意味し、ドイツの他のメーカーの車両にも広く使われている、一般的な車両形式名である。アイグとアブの鉄道部門が、経営統合して、アドトランツが設立された際に、それまでの超低小路面電車モデルを、形式統合する試みが行われ、新しいモデルとして、インチェントロを開発した。 しかしブレーメン型も新型車体化して継続生産されたため車両形式の統合どころかかえって形式が増えてしまうことになった。ボンバルディア社がアドトランツ社を引き継いだ後はブレーメン型は公式の製品カタログからは外されたが新潟トランシスによる製造が続いた。ユーロトラムとインチェントロはフレキシティアウトルックシリーズに含まれる形で製品カタログに残されている。 製造会社の変遷すべての車体に二軸台車を一つずつ装備した特徴の連接構造を取り、フローティング車体は使用していない。二車体連接から四車体連接までの製造実績がある。そして左右独立車輪の採用により、台車部分の低床化を実現しており、この部分の床面高さは 360mm、ドア付近では 300mm となっている。 各車体の中央に台車を持つため、客用扉は各車体の側面に向かって左側に寄せて取り付けられており、一方の先頭車体のに扉となっている。扉は両開きのプラグドアである。主電動機は各車体に一台ずつ走過しており、片側はそのまま平ら歯車で、反対側には床下のねじり軸を介して駆動している。 車体層かかる段駆動方式の変形である。ブレーメン型の車両形式は、ドイツの標準的形式名の法則に従って、決められている。以下の所言は、過去の実績に基づく、標準的な数値。ブレーメン GT8N ミュンヘンミュンヘン GT6N アウクスブルクツビッカウベルリンベルリン GT6N ZR フランクフルトフランクフルト GT6 エムニュルンベルクニュルンベルク GT8N-2 ブラウンシュバイクブラウンシュバイク GT6 SEA 生インツ熊本熊本市交通局 9700K 熊本市交通局 0800K 岡山岡山電気起動 9200K 高岡イミマハ線 MLR V1001 山と山地方鉄道 TLR 600ケー山地方鉄道 9000K 電車福井サバエ 越前福井鉄道会線経越前鉄道 L 型電車。ありがとうございます。